屋敷から逃げろ。スピードワゴン、君はもともと無関係の人間だ。ジョースターさん、何を考えてんだ一体。あんた上がってくるんだ、ディオ。ディオ、君のその力を世の中に放つわけにはいかない。ジョースターさん、あんた何を考えている。この俺を逃がそうと脱出不可能な会場へ行ったのか。ダメだ。仲間から注意をそらすため俺を誘っているのか。よかろう。まずこの火傷、お前の命を吸い取って治すことにするぞ。それからスピードワゴンとかいうカスを殺し、皆殺しだ。屋敷も全焼。全ての証拠は残さん。無駄無駄。この程度の高さなら飛び降りても何ともないのだよ、ジョジョ。逆に人高さに追い詰められたのは貴様の方だ。僕の青春はディオとの青春。これからその青春に決着をつけてやる。父さん、痛みます。この炎と共に天国へ行ってください。そしてどうかこれからやり遂げることができるように炎に力をお与えください。ジョースターさんはこの俺を助けるために上に行った。それもある。だが彼が考えていることもう一つある。まさかそんな、ダメだ、そんなこと。
頭だ。頭だ。相手にならんな。頭だ。いや、いい気になるなよ。大変。愚か者が。頭だ。その程度か。いい気になるなよ。クズ。頭だ。いい気になるなよ。ワイだ。くそ。よくもこの相手に失敗だ。ダムだ。えい、貧弱貧弱。いい気になるなよ、愚か者が。いい気になるなよ。くそ。ワイだ。まだまだ。いい気になるなよ。よくもこの俺に。いい気になるなよ。相手になる。よくもこの俺に。おりゃ。大。よくか者が。くそ。よくもこの俺に。お前だ。いい気になるなよ。いい気になるなよ。おりゃ。頭だ。ジョースターさんはこう考えている。もっと強い火力ならと。あの魔物の肉体の回復力が追いつけないほどの。もっともっと強い火力ならディオを倒せると。そのために屋敷に火が広まるまで待って会場に登ったら、よくて相打ち。やめろ。こんなことよくも。ジョースターさーん、自分もろとも焼き尽くすつもりだ。僕の祖先たちが生活したジョースター邸が焼けている。父も死んだ。何もない、全て失った。この命以外は。この命も燃やし尽くそう。引き換えにディオ、君の魔物の力を封じよう。さっきの火傷がまだ完全に治りきっておらん。一回はすでに猛火にある。このまま落ちれば、この火力では、この不死身の肉体でもかなわないかもしれん。あくまでも俺から離れんつもりだろうがな。これならどうだ。こいつ、両腕をへし折ったのに、骨をめちゃくちゃに砕いたのに、体に火がついたのに、力をほんの少しも緩めん。よーし、いいだろう。共に猛火の中に飛び込んでやろう。だがな、死ぬのはお前一人だ。この肉体の不死身、試してみよう。いくら火力が強くても、脱出できるくらいの能力はあるはずさ。父さん、最後の力を。何？暇か。炎が俺の体を焼く。よくも貴様、よくもこんな。忘れていた、子供の頃からあった。侮ってはいけない、やつの爆発力を。ジョー
不死身、九郎、不死。こんなはずでは、俺の人生。屋敷が崩れる。なんて運命だ、なんてことだ。そんなバカな。ジョースターさん、そんなバカな。はあ、これはジョースターさん、生きているぞ。この人は勝ったんだ。ジョースターさんは戦いに勝った。俺の命も助けてくれた。しかし何もかも失った。父親も家も、そして兄弟だ。3日前の3時の後、この病院に担ぎ込んだが、今あの人は全くの孤独、心の支えがねえ。こんな俺じゃ役立たずだがよ、ほんのちょっぴりでも与えてやりてえ。生きる希望よ。意識不明でも手を握ってやるだけでも、それは伝わるもんだぜ。確かここが病室だったな。何か。この部屋は面会謝絶です。面会謝絶。いや、俺はだからこそ来た。会いたい。俺は彼の友人だ。会う必要がある。なんだこいつ、この冷ややかな目は。看護は私どもが十分やっております。後日いらしてください。おい、ちょっと待て。開けろ。看護だと。技術は任せる。どうでもいいんだ。心だ。あの人には今心が必要なんだ。くそ、今の看護婦美人だが、なんて冷たい態度だ。この顔の傷を見て、貧民街育ちの俺を見下して締め出しやがったな。普段なら腕ずくでも突破するところだが、出直して夜忍び込んで会うことにしたぜ。もっともこの方が俺らしいな。あ、夜中の1時過ぎだというのに、ジョースターさんの病室から明かりが。何かあったのか。これは。あの女は、さっきの看護婦じゃねえか。こんな遅くまで付きっきりの看護。それにしても、あの看護婦の手。ありゃ、50回や100回タオルを絞った手じゃねえ。ふやけて皮膚が紫色になって血が滲んでいる。何百回何千回と冷水でジョースターさんの火傷を冷やしているんだ。ということは、時間にすりゃ運び込まれてからずっとってこと。おお、意識を。よかった。やった、意識を取り戻したぞ。くそ、侵入罪でとっ捕まろうと、この部屋に入って思いっきり祝ってやるぜ。お久しぶりです、ジョナサン・ジョースター。
峠は越しました。もう大丈夫。君がずっと看護を。君は、君がここにいるなんて面影がある。そう、君は、いや、まさかそんなはずはない。すごく似ているけど。似てるって誰に？エリナ・ペンドルトンに？ジョジョ。エリナ、大きくなったね。まあ、大きくなったですって。それはあなたの方ですわ。でも、本当にしばらくです。二人は知り合いなのか？それも、過去にすごくいい思い出があるらしいな。だからか、あの献身的な看護ぶりは。それに、冷血女に見えたのは俺の間違いだった。あの時の険しい態度は、あの女性の必死な気持ちの表れだったんだ。今はあんなに可愛らしく輝いている、あの女性がジョースターさんに心を注いだんだ。やはり俺じゃ役立たずだったようだぜ。ここは明日また改めて出直すとすっか。スピードワゴンはクールに去るぜ。あったあるね。3日前のこのジョースター邸での惨事には本当驚いたね。それもあのディオとかいうやつがかぶったこの仮面、元凶ね。ふい、こんなの初めて見るね。すごい秘密あるね。この仮面、金になるよ。一儲けしてやるね。で、ひゃあ！